評判バーターかっ飛ばせ、はい、のりさん、はい、ちょっと聞きたいことがあって、はい、投球するとき、投球とかマウンダーがあるときに、うん、ちょっとこう眩しいですか？眩しいですね。眩しいか。ちょっとサングラスかけていいですか？こっちかな。あ、こっちだね。一緒だな。一緒だね。まあいいや。ちょっとかけます。はい。すいません。よくマウンダー上がった後に、うん、まあ投球練習7球とか、うん、間の3球とかありますけど、うんうん、何投げてる？まっすぐとスライダーとカーブかな。それやっぱ自分の軸となるボール。そう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 。でなんかこうタイミング測るじゃないけど、うん、まあ感覚だよね。イニング間のキャッチボールとはね、やっぱマウンドの差があるからね、うん、そこで感覚試したいから、まあ、それを ね、 なるほどね、やってます。やっぱブルペンとこう実際のマウンドと、うん、傾斜が若干違ったりとか。そうだね、うん、そこの確認。そう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 、うん、傾斜だね。まあ、それは7球とか5球のあのあれで合わせると。そう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 。その2イニング目以降の3球とかは？2イニング目の3球も一緒かな。まっすぐとスライダー投げて、でバックしてカーブかな。うん、その時の意識は？その時はもうあれだね、腕の振りとボディバランスチェックしてる感じ。全力で投げる？投げない投げない。7割ぐらい？7割もういかないぐらいかな。軽く、うん、軽くの方がいいんだ。軽くの方がね、やっぱね、振り抜きを、腕の振り抜きを意識するから、別にそこは腕は振らなくていいかなとは思うけど。なるほどね。終わった後とかはどういうダウン？やっぱ軽くキャッチボールする感じで、うん、軽くキャッチボールして肩甲骨の周りをほぐして、うん、あとは肘のケアかな。うん、うん、肘、うん、やっぱ肩より肘ですか？肘はね、やっぱね、使った後はね、そのままにしとくと縮こまっちゃうからね、ちゃんと伸ばさないと、うん、縮こまる。そうそうそう、なんかね、感覚的にこういう伸びないというか、こういう、うん、ずっとこういう感覚でギュッてなる感覚だと、それをぐーっと伸ばしてあげてってイメージ、うん、やっぱ肩より肘の負担がでかいですか？肘だね、うん、軟式やって特に肘の負担が結構大きいなと思ったから、うん、うん、そこは結構重点的に今やってます。肩が多い人と肘が多い人といますけど、うん、まあ今話題の大谷選手とかも。そうだね、肘だね。まあ消耗品だからね、うんうん、言ってしまったらね、うん、関節の部分。そう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 、そこはね、ちゃんとケアしないと。まだまだ34歳、オールドルーキーなんで、ね、やらないといけないです、はい、というわけで、はい、今日は、はい、小林選手に、はい、投球前の心構えを聞きました、はい、ちょっと準備とかね、そういうのを参考にしてもらって、はい、今後また聞きたいことがあったらコメント欄にコメントお願いします、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。